皆さんこんにちは。宇宙農業で全ての人にうまい作物を、ソラノです。まずはじめにこちらのイラスト、私の妻が作ってくれました。私はもうワクワクが止まりません。この世界を実現するのが私たちトーイングです。ではよろしくお願いします。私たちはうまい作物は宇宙でも地球でも人々を活性化するというふうに考えています。ではどうすればうまい作物をそういった場所で作ることができるのでしょうか。宇宙栽培についてまとめました。現在噴霧式水耕栽培が有力視されています。私たちはうまくて荷物が少ない栽培というのはまだ開発されていません。私たちのターゲットはここになります。キーテクノロジーはデザイナーソイル技術です。多孔体に微生物を付加して有機肥料を混ぜ合わせることで、有機肥料を使った人工土壌栽培を可能にします。すでに生姜やイチゴ等の栽培実績があります。こちらは月面で農業するソラノーシステムになります。現地調達、現地生産可能な月の土、微生物、有機肥料を混ぜ合わせて月での農業を可能にします。噴霧式水耕栽培と比べて有機肥料の分解手段が重たいメカから微生物に変わったことで、重量は5分の1に減らすことができます。荷物は減りました。ではどうすればうまい作物を月面で作ることができるのでしょうか。そのヒントは地球にあります。地球にいる農家さんでさえうまい作物作りへの新規参入は困難だというふうに言われています。なぜでしょうか。それはうまい作物は良い土地でしか栽培することができないからです。私たちはこの良い土地をどこでも作り出すことができます。ソラノーキットです。多孔体に微生物を付加して有機肥料を混ぜ合わせるデザイナーソイル技術の3要素を、それらの組み合わせをカスタマイズすることでうまいをどこでもデザインすることができます。実際に私たちのソラノーキットで栽培した野菜はアミノ酸量が2倍にアップし、食味も向上しています。こちらは私たちのビジネスモデルです。まずは栽培レシピを販売し、キットシステムを宇宙の農家、地球の農家に販売します。そしてデザイナーソイルと栽培技術の指導を継続的に繰り返し販売していくことで収益を上げていきます。こちらはうまい作物の市場、有機食品の市場になります。現在10兆円程度の市場規模があり、これからもどんどん広がっていきます。こちらは私たちのロードマップです。まずはデザイナーソイルの農家さんと R&D を行い、ベータバージョンをリリースします。その後地球、宇宙へとビジネスを展開していきます。こちらは私たちメンバーです。私たち兄弟含めデザイナーソイルの研究者、デザイナーソイルの農家さん、そういった方をチームに入れました。また技術、ビジネスに詳しい方々にもジョインしていただいています。さらにアドバイザーとして宇宙、農業の権威の方たちにも協力していただいています。私たち兄弟の強みはこういった大勢の方を巻き込んでビジネスを展開していくことができることです。いつか人類が宇宙へ飛び出す、その日のために今できる準備を行います。ぜひソラノーに挑戦するチャンスをください。以上で発表を終わります。